はい、ということで第一次世界大戦後の欧米諸国ということで、まず見るのがアメリカ、資本主義の繁栄、ね、はい、です。で、あらゆるものがいわゆる近代型量産体制という言葉をとるんですけれども、電子機器などが、電子機器というか、まあ、家電製品などが実用化されていったりとか、大量生産、大量消費の時代を迎えた頃です。いろいろ見ていきましょうか。はい、まずそれまで、金融の中心はイギリスだったんですよね。で、それは皆さんの手元のテキストにもあるように、こちらですね。今ではロンドンのロンバート街っていうのが今でもあるんですけど、ロンバート街っていうところからニューヨークの場所が変わる金融の人が、はい、これが、木村君、何街だったの？トモール街ですね。金融のところの話でもあったように、資料集の276を見て分かるように、アメリカっていうのは第一次世界大戦の時に、多額の戦債をイギリスやフランスを中心に貸し付けしている、武器を要するに売ってるんだよね、借金してもらって。で、それを結局、回収していく形になるから、アメリカという国が、債務国から債権国へ転嫁したということです。まあ、やっぱ財布握ったら強いですよ。財布握ったら文句言えないんでね。これでアメリカは金融でも、台頭してくるわけだし、覇権を握ったって考えたらいいです。資本主義の繁栄は、はい、独占資本による産業支配を一気に強めます。1920年代の共和党政権の中央法に主義の下で大企業は成長します。あの3人ですよね、共和党花の、3人、まあ、あれは言えないといけない。はい、橋本君、3人誰ですか？花の20年代より色飾った、ハーハーバーハーディング、その次クーリッジ、その次フーバーです。ハーディング、クーリッジ、フーバー、覚えないといけません、はい、ハーディング、クーリッジ、フーバーがいて、共和党政権の自由放任主義の下で大企業が成長していくわけです。で、自動車産業ですけれども、はい、ベルトコンベア方式といえば林さん、フォードです。はい、フォードによるこのベルトコンベアってやつですね。で、これがいわゆる、近代的量産体制って言われます。近代的量産体制というふうな言い方をしますね。フォード、ベルトコンベア、フォード、近代的量産体制か。フォードのベルトコンベア方式っていうんですけども、以前以後を考えてもらったらよくて、フォードは当然 T 型フォード車なんですけれども、車ね、量産体制を仕組んだわ。量産体制ってどういうことですかって言われたら、すなわちですね、以前以後が分かるとよく分かるんで、もともとは以前以後が分かるとすごい分かりやすいですから、こうやってこう見るときに、はい、閉められていた。当時車の組み立ては完成まで車体を一箇所に固定して、人間がそれに
はある日車体を動かすことに気がついた。最初は車を人が綱で引っ張った。部品を持った人間が一列に並び、車体が自分の前を通り過ぎるとき自分の部品を取り付ける。最後の人が最後の部品を取り付け終わったとき車が完成する。近代的量産体制の始まりであった。最初だって人で最後。たちまちこの仕組みはあらゆる工程に取り入れられた。かつて有能な職工しかできなかった仕事も単純な作業の流れに分解することで誰もがこなせるものになった。組み立ての数量は500倍に上がり、品質は向上し、値段が劇的に下がっていく。これどうだよね。だから以前以後が分かるとよく分かりやすいんだわ。最初はもともと車は一箇所で作ってたんだわ。一箇所に車を本体、まあでかいしな、車ってでかいし、本体一箇所にドンって置いて作っていたのをこうやって流れ作業にするようになってるな。ベルトコンベア方式っていうふうにしたと考えるとよく分かるだろう。うん、だから単純なことなんだけど意外とそういう視点で見ないから、うん、これがいわゆる近代的量産体制、うん、っていうようなところ。食肉加工場で最初から行われてたんだって。あの死んだ豚さんくっつけてガーって昔からやってたのをパッて見て、あ、これ車で応用できたらいいんじゃねって思いついた。まあまさに頭のイノベーションってやつで、本格的な自動車社会が到来して生産スピードが上がって、まあ当時ね、あのそこでも言ってたけど500倍に生産スピードが上がって、そうですね。ただ、まあ、500倍っていう数字も分かるように、うなずけるように、あの車の数のこの比較はええやつ。アメリカ人の5人に、まあ、5世帯に1世帯はもう車持ってると思うんだよ、うん、ここに戦争して勝とうと思ってるっていうのがね、日本って、うん、ここに戦争して勝とうと思ってますよ、うん、ね、っていうようなところ、そういうイメージがあるといい。あのアメリカがいかに発展していたかっていう像は掴んでおくとよくて、結局そのどこでしょうか、重要なことというか、最近もほらカラーフィルムが多いからもうすぐ分かるし、そういうもので見ると余計よく違いが分かる、リアリティがあるから。あの白黒の独特のこうね、古い感じからカラーになるとあのリアリティが一気に増すからね。27年のニューヨークを見た時に、わかるといいんですけど、まあ、このニューヨークの市街を見た時に、これ1927年のニューヨーク、今から100年前のニューヨークだわというイメージがあって、ここ見るとわかるよ、あ、こんな感じなんですかみたいな。高架下にまあ信号こそはないけど車が通ってて電車が動いてんだわ。うん、こんな感じだね。まあこういうイメージを見るといかにアメリカが進んでるかっていうのはよくわかるわな、うん、世界史はどれだけイメージできるかが鍵なん でこういうイメージを持ってある程度その自分たちが習っている、あ、もうこんな感じとかね、普通にこんなどれが走ってってるかね、アメリカ、うん、まあ、こうして考えると、まあね、こういかにアメリカっていうのが覇権を握ってこう、ね、近代化を図っていたかっていうところは見て取れると思うから理解はしておくといいよ、うん、っていうようなところです。で、あとははい、アメリカにおける白人中産階級、ワイトとアングロサクソンとプロテスタントで全部合わせて、はい、ナシオさん、そう、ワスプですね、ワスプ、はい、あ、カタカナでワスプでもいいですよ、カタカナでワスプでもいいです、ワスプが台頭します。はい、白人中産階級ってやつ、うん、そう、ここ、この
あの共和党トランプの典型的な思想、これ白人中産階級、ここなんだ、共和党トランプ、まあ、もちろん、中産だけじゃなくて、まあ、それよりも高所得者層も入るんだけども、白人中産階級が当時アメリカからいわゆる、アジアにおける工場の拠点の変化によって仕事が奪われているとか、トランプが出てきてアメリカファーストって言ったわけよ。わかる、うん、中産階級が衰退していく中にトランプが出てきて票を獲得してる。で、要するにトランプは関税、要するに TPP も脱退したでしょ、うん、なら保護貿易化を図ることでアメリカを守るっていう政策に出た。そういう流れはもうずっとこうやって来てるわけ。白人中産階級っていうのはもともと台としてアメリカ社会回してるんだというふうな発想がある。20年代の共和党政権ですけど、先ほど、ね、私も言ってくださいましたが、まあ、私が言いましたが、ハーリング、クーリッジ、フーバー、まあ、塊で出てくるだけです。まあ、一応ハーディングはワシントン会議の提唱です。でフーバーはフーバーモラトリアムがあるので、そこは気をつけてくださいね。そこは気をつけてください。ってなところがやってると思う。はい。で国際的地位の向上と民族主義の風潮。まず第一次世界大戦での女性の活躍をきっかけに1920年女性参政権の確立。ただ同時に、国際連盟の参加など伝統的な孤立主義の復活、さらには同時に、軍縮集団安全保障賠償などで主導権利など国際協調も推進。民族主義的風潮、はい、出ました。近代におけるただ唯一お酒を飲むことを、お酒の販売を禁止した国がここです。1919年ですけれども、発達さん禁酒法です。はい、酒類の製造輸送販売の禁止を規定する政治経済の浄化の、浄化運動の雇用により成立です。まあ、もともとピューリタンはお酒を飲まないっていうところがあったから、はい、あ、禁止法で書いてあるんです。禁止法ですけども、ね、民族主義が、高揚する中、じゃあ酒のそもそもの販売および輸出入、製造を禁止してしまうっていうのが禁止法です。地獄ですね、禁止法。酒を禁止するっていうのはもうね、大変なことになりますから、まあ、まあ、酒もいいもんじゃないですけどね。ですから見た目こそは酒場じゃないんだけれども、隠れた裏酒場が流行ったわけです。あの21クラブがすごい有名で、今もニューヨークのマンハッタンにコロナで閉店しちゃったんだけど店舗は残ってるんだけど、お酒バーって並んで、でもう有名だから警察も何回もお前ら禁止法あるに酒運んでねやろな飲んでねやろなつってバーって入ってきたら、お酒が並んでる棚あるじゃん、レバーガッてやるとこの棚バッてなってボーンって全部落ちるので、酒全部下に石置いといてプリプリって割れるのってね、お酒ないですけどみたいな、子供ずっとしてで必死に反応、それでもお金が回るぐらい密造酒の値段が高い。それを回したのが当時のいわゆるゴッドファーザーのあの辺でアルカポーネとかね、ギャングの世界、アルカポーネ。結局禁酒を作ってその6、7年で何が起きちゃったかっていうと、アメリカ政治の腐敗なんだわ。共和党政権はほっときゃなんとかなっつってほっといて国回してる。でアルカポネは基本的に警察も買収してるし、政治家も買収してるから、ちょっと俺のライバルになるギャング潰してくんねっつって、ギャングの地方とか金払って全部警察とか潰してくれるっていう風な状態だから、完全にもう政治っていうのが裏社会とかね、賄賂で動くようになっちゃったから、そういうのもあって結局なくなるんだ。この10年弱でなくなっちゃいます。ちなみにここで映ってるおばあちゃんはキャリーネーションっていうおばあちゃんだけど、めっちゃ面白いキャリーネーションちゃん、キャリーネーション
あのここはあの純然たる禁止法を守るこう人で、キャリーネーションすごいな。キャリーネーションめちゃくちゃ面白いって。キャリーネーションさん。割とは本当の純然たる宗教的意識で禁止法できたから、じゃあもうお酒は絶対に許さない。キャリーは大柄な女性で身長は180センチ、体重は80キロ近くある、はい、キャリーなんか神様から声がかかったらしくて、禁酒主義のもとにこうなんか活動し始めます、はい、この辺からです。マサカリによる破壊行為、キャリーはカンザス州で破壊活動を続ける、はいね、一人でもしくは賛美歌を歌う女性たちを伴ってキャリーはバーに向かって行進、マサカリで備品や細工、粉砕、歌と祈りを捧げる、はい、キャリーは破壊行為、はい、30回ほど逮捕、はい、しかしながらキャリーは巡業公演で得た報酬やお土産用マサカリの売り上げで罰金を支払う。確かに世の中は禁止法があって、禁止法を破ってる居酒屋を見つけてはマサカリでぶっ壊すことをずっとしてるです、はい、っていうようなところです。まあ最後まで反対して、はい、ね、もうね、石碑にも禁止法を制定させないやが書いておりますけど、そんなおばちゃんです。こういう人も出てきますね、というようなところです。はい、で、まあ、結局は10年足らずで、廃止されますですから、禁止法はね。で、1920年代ですけれども、あの民族主義は高まるので、それは白人中産階級主義なので、ね、肌の色が違う人たちは、要するに排他されます。それがいわゆる復活、反黒人秘密結社の復活ですけれども、木村君、クラックス、そう、クラックスクラン、はい、で1924年ですけれども、はい、次があの移民の数を著しく制限します。まあ、これそのままで移民法でいいんで、移民法で大丈夫です。よいしょ。移民法で OK です。はい、ね。年間の移民の数を著しく制限します。移民法。はい。ね。ということで、まとめると、花の20年代におけるアメリカ、大量生産、大量消費商品において、T 型フォードに代表とされるようなベルトコンベア方式の採用、それによって近代的な量産体制を伴い、一気に覇権国として、経済、ないしは社会構造も大きく変容していったっていうところを押さえておくといいかと思います。というふうなところで。移民のところのページも重ねて見ておくといいよ。移民のところのページってどこですか？240にあるから、あんまり見たくなかった。240にありますか？ここね、これ。移民ね。イギリス、アイルランドのね。だからここで移民法の成立から著しくアメリカへ、これはアメリカへ渡った移民の出身地域ね。数が棒グラフになっていて、地域はこうやってなっているけれども、まあね、移民法によって著しく減少する、ここを理解しておくといえば、ドーン。OK。大丈夫ですか？こんな感じ。よろしくお願いします。はい。ですね。移民は前にも言ったかもしれませんけれども、基本的に移民の覚え方は、どうやって非常に簡単に表現していきますけれども、移民の時代別の流れとかすると、まあ、イギリスから始まって北欧西欧に渡り東欧南欧に渡るので、私は移民を覚えるときは基本的に移民の流れっていうのは偏西風と一緒だよと覚えています、okay、偏西風ここから始まってこうでしょう。偏西風の流れと一緒だわ。移民はだからイギリス、オランダから始まって北欧、西欧行って、その後東欧、南欧に行きます。まあアジアはさておきね、
ヨーロッパにおける移民っていうのは偏西風の流れと一緒だから、ね、イギリス、アイルランドからバーッと始まって北欧、西欧行って、そこから東南に行く、このイメージがあると OK です。ね、あの移民のこういった、グラフの当てはめなんかもあったりするんでね、押さえておくといいですよ。よろしくお願いいたします。よいしょ。では次に見ていくのは、1920年代のヨーロッパ見ていきます。ヨーロッパね。ですから、資料集でいうとヨーロッパがまとまってますわ。ドンってどこにまとまってるんですか。ここで274にまとまってます。274にまとまっていて、ここからの授業っていうのはこのドイツ、フランス、あ、失礼、イギリス、フランス、ドイツ、イタリアをそれぞれパッ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 と縦で見ていく授業です。またこんなことをしていく感じ。じゃあまずイギリスからいくよ。まあ、そんな大きな動きないんですけれども、まず1点目は、はい、頭の中にこういう解釈をしてほしいの。19世紀のイギリスの二大政党と20世紀の二大政党を理解しておくこと。はい、橋本君、19世紀の二大政党はイギリスはどことどこ？保守、自由。うん、そう、保守党と自由党なのね。こうやってまず考えます。で、次じゃあ20世紀は林さん。保守党と二大勢力で考えると、19世紀から20世紀では保守党と自由党という流れから、その保守党と労働党という流れに変わってんの。これまず押さえて、必ず。第一党が、まあ、連立組むんだけれども労働党に変わるの。Two parties ね。二つのパーティーは保守自由から保守労働に変わる。ね、で、政党の変化なんだけれども、とりあえずざっくり二つを覚えればいい。まず、戦時中でみんなで協力していくっていうのが挙国一致っていうんだけど、こういうの本来与党と野党は対立するじゃん。二大政党だったら保守党、労働党に20世紀だともう変わってるんだけども、保守党、労働党は対立するわけよ。なんだけれども、あ、ごめん、ちょっと言い方が下手すぎ、今よくなかった。自由党と保守党、この頃まだ最初だったら自由党、保守党が強かったから、自由党と保守党が対立するんだけれども、さらに自由党も保守党やら労働党と連立して、もうみんなで同じ方針を目指す、挙国一致って言います。この戦時中の挙国一致を行っていたのが、はい、直志郎さん、まだマクドナルドじゃない、ここの場合はまだロイド・ジョージ、この時はロイド・ジョージね。ロイド・ジョージ一回挟みます。ロイド・ジョージ一回挟んでます。 OK、 ちょっと先ほど説明なんかあれやったか申し訳ないか、もう一回言うと、自由党と保守党なんだ。20世紀のもうちょっと経ってからやから自由党と保守党なんやけど、もう戦争の状態だからもう協力して乗り切るっていうので、挙国一致内閣で、そしたら次なんだけれども、1924年見ていくんだけれども、ここでついには20世紀っていうふうに書かせていただきましたけど、労働党登場です。で、労働党が第2党となったんですよ。単純に人数が増えたところですね。で、これが、はい、八幡さん何ないか。そう、マクドナルド。マクドナルドね。はい。マクドナルド内閣。僕らが高校の頃は労働者に優しいマクドナルドで覚える。昔はマックが60円やったから、いつも見せるんですけどね、マックは60円でしたよ昔は。で、これ
納得バリュー、ハンバーガー1個59円、チーズバーガー79円、はい、フランクフルトの話だけど、やばくないですか、こんなもんやね。今だったらさ、59円から普通に今1個ハンバーガーって200円くらいけ、もっといくよね、5、6個買えるよね。当時のマクドナルドは基本的にもうファストフードであることに全てを注いでたの。もう注文されたら1分で出すみたいな、それがマックの売りみたいな。でとにかく安い早い、うまいかどうかしな、安い早い、味もそんな、まあみんな食べてるやつだから、もう味 もう確率化しようからあれし、そういう時代。俺らの頃は労働者に優しいマクドナルドで覚えてるけど、今は別に労働者に優しいわけでもないから、労働者に優しいのどちらかというとイオンとかの方ですから、はい、まあマクドナルドっていうので労働等で覚えてもらったらいいわけなんだけどっていうようなところですね、うん、ですですから、イギリスロイド・ジョージの挙国一致内閣を経た後に、ここで労働党が登場して労働党政権です。ただこれは頭の中に入れといてほしいのは、結局19世紀から20世紀の流れの中で産業革命が18世紀にあり、これな18世紀に産業革命がありで、要するに19世紀の後半に出てきた、要するに資本主義の歪みなんだよね。で歪みって先生どういうことですか。つまりは資本主義によるあのわけわからん労働志願、行き過ぎた資本主義やな。皆さんにも見せたと思うけども、1日18時間労働のやつ思い出せばいいから、うん、あの土地狂ったやつ思い出せばいいだけやな。この行き過ぎた資本主義やな、これやな、ここ1日19時間に及ぶ就労、資本主義は歪んじゃったんだわ。で労働者を守ろうっていう動きがあって、1871年だったらイギリスは労働組合法ができてるわけだろ、こういうような発想があるという。で要するに20世紀から要するに労働者っていうものを見ていく、だから労働党っていうものが出てきたよっていう発想はそこで見てもらったら、今な分かる、社会全体の流れだから。労働党っていうのは労働者に優しい政党だから、労働者のことを考えた福利厚生を重視した政策、ね、っていうふうな発想があると見て取れるんで、そうやって考えていくといいよ、うん、はい、です。であともう一つはここだよね、はい、女性参政権ね、昨日も言ったけれども、第一次世界大戦での女性の活躍、第一次世界大戦は総力戦なのでね、総力戦ですから、はい、いわゆる、はい、総力戦で女性が活躍して、女性の地位が向上して選挙権が与えられたね、一緒やったね、2000年経っても変わらないやったね。サラミスの海戦で活躍した無産市民、三段海戦に乗って活躍した無産市民が、その後ペルシャ戦争に勝利して、まあ勝利してというかペルシャ戦争の中ですけど、サラミスの海戦の勝利の後無産市民にも参政権与えられたよね、一緒やから構造が、はい。で、あとアイルランドちょっと触れとくよ、あの基本だけでいいんやけども、アイルランド見るときは通信どこ見た方がもう楽。ここですか先生、226、227、アイルランド見るときはもうここ、ここ見ればいいし、アイルランドね、はいはい、アイルランドにも自治権を、アイルランド自治法案、これ何度も出されます、何度も出されます。で、なんでもっと厳しく別にしててもいいじゃないですか。あの、なんでかっていうと、こう簡単に、すっごい簡単に言うと、こういう視点があるといいんだけども、これ、二大政党やん、二大政党やろ。ただ、もう19世紀の中頃から第三勢力としてもうすでに議席はアイルランド国民と思ってたわ、実は。この視点は多分みんなないと思うから、わかる？
サードパーティーでアイルランド国民党がもう出てきてる。だからアイルランド国民党を支持するような政治をしとかないと、議席法案通すときに要するに可決取れないんだわ。だから自由党政権、ブラッドストーンの自由党政権のときに自由党がこのアイルランド国民党からの票数が欲しくて、アイルランドの人たちに優しい政治する。だからこういうのがやっぱり政党政治っていうものの意義だね。だから議会で多少議席があった場合、その人たちの評価を得ないと政治が、自分たちの政策が反映されないから、いわゆるある程度議席を持った人たちを優遇する、優遇というか配慮するような政治を行う。でそれで何度も何度も上院は可決する、否決するって消されていくんだけど、1914年にはついにアイルランド自治法案は成立。ところがその世界大戦で延期されるのね。国がちょっとね困ったら延期するってのはよくある話ですから。でその後シンフェイン島の反乱、イースター蜂起っていうのが起きて、でついにその後アイルランド自治国が成立ですっていうような流れで押さえておくといい。今言ったのが大体この辺です。はい、アイルランド自治法、アイルランド自治国で中心となったのがシンフェイン島、はいですね。先ほどアイルランド国民党でこっちは書きましたけども、実際これシンフェイン党でいいんで、シンフェイン党でいいんでっていうふうな考え方をしてもらったらいいわ。サードパーティーをこう配慮するような政策を取ることで自分たちの法案を、特に19世紀は自由党が、20世紀は労働党が投資家するために、このようにアイルランドに寄り添った政策を取ってんだわって考えたら納得がいくやろってなところです。で、あとはイギリスは自治領の扱い、はい、緩やかな連合体に仕上がっていきます。イギリス帝国では6自治領がイギリス本国と対等の独立国であることが決定する6自治領。ちなみにこの6自治領とはカナダ、オーストラリア、ごめんなさいオーストリアになってますけど、オーストラリアです、はい、ね、ニュージーランド、南アフリカ連邦、ニューファンドランド、アイルランド、中国。まあ白人が植民したところかな、ね。で、これは具体的に憲章によって成立します。具体的に憲章によって成立するわけです。はい。それを何憲章というか、七条さん。ベスト。ウェストミンスター憲章と言います。ウェストミンスター憲章、ウェストミンスター憲章についてはあれじゃないかな、ファシズムのとこじゃないかな、ちょっと先なんですよ、世界恐慌のあたりに載ってるかも、ファシズムごめん行き過ぎ、世界恐慌のあたり、あ、これこれこれ285、ここに載ってるか、ここ大英帝国の在り方ってところ。要するに緩やかな連合体に仕上げていくんだわ。20世紀から民族自決の流れもあって。19世紀まで世界帝国だった大英帝国が20世紀から緩やかな連合体にしていく。その中の一つがウェストミンスター憲章。一つというかウェストミンスター憲章で確立。自治領が立法権を獲得する。だから自治領たちは自分で法律作れるから、もう実質、ね、自治領とはいえども、はい、独立したに近い状態です。で現在もイギリスは一応イギリス連邦ですからね。今イギリス連邦です。ちなみに先ほどウィキペディアで調べたところ、イギリス連邦に56カ国加盟してます。2023段階、
連邦首長はチャールズ3世です。まだかな、エリザベスの旦那や、今のなきエリザベスの旦那やな。だって考え、まあいいです。OK、こんな感じで見ていくんだわ。フランスまでやってしまうね。フランスですけれども、ここは、そもそも賠償金問題の時に話したからさらっとできると思います。はい。で、ドイツからの賠償金が入ってこなかったフランスで、ちょっとこの考え方だけあればいいです。右と左があって、じゃあ、ハッタさん、優しそうなのは右と左どっちでしょう。どうぞ。協調政策を取る、で、右が強硬政策を取るっていう風な発想でいいわ。保守的で強硬政策を取るのと革新的な発想。はい。で、フランスはドイツからの賠償金が入ってこない。だから、はい、前言ったよね、あの生産的担保、物によってその賠償金を取り返す。で、それによりアルザス・ロレーヌ、あ、ごめんなさい、それはもうこっちの話だな、さっきの話はこっちやってしまうわ。ルールを占領する。このルールを占領した時の内閣の名前を知っておく必要があるわ。ルール占領した時の内閣が木村君誰？ポアンカレ。そう、ポアンカレ。名前は可愛いけれども、やってることは渋谷です。で、ごめんなさい、上のとこ先埋める、後から埋めると、フランスはアルザス・ロレーヌの領有もあったし、ザールもあったけれども、財政難にはなかなか対処できない状態だったから賠償金出るんだよね。ルールは前の話でも言ったけれども、石炭鉄鋼のドイツ約 80% ルールで取ってるんで、もうここのもう石炭鉄鋼を直接取ってしまえとね。ただあの実際現場で働いてるドイツ人が働かないというストライキに出たので、ここでドイツは破滅的破局的インフレーションに突入しました。で、結局じゃあ今フランスの話なので、フランスのとこ終わらせるけれども、強硬手段に出ても意味がないとなったため、国内でも批判の矢が上がったから、そこから急進社会党と社会党が連合して内閣を作る、柔らかい政治を行います。これが、はい、首相が誰かっていうのが分かっといいです。首相が、橋本君誰でしょう。エリオ。そう、エリオです。エリオを首相とする、はい、急進社会党と社会党の連合内閣です。はい、です。で、その後は挙国一致内閣を経て、最終的に、はい、パリ不戦条約でおなじみの、はい、あの男が出てきます。林さん。パリ不戦条約の別の名が分かればいける。そう、ブリアンです。ね、ケロック・ブリアン協定を思い浮かべて、ケロック・コンフロスティを思い浮かべて、あっちアメリカやから片方フランスやでやってください。はい、ブリアンね。ブリアンの協調外交っていう風になったわけです。はい。で、次回、ドイツ、イタリア、ソ連、どんどん進めていくに限ります。で、世界恐慌、ファシズム、進めていく限りです。はい、キーウ軍港での水兵の反乱というのは、ドイツ革命とドイツ共和国の成立を結構見させてみよう。全国規模の革命が爆発。まあ戦時中の話ですね。まあ、戦争もだいぶ終わりですけれども、で、結果として、はい、これが革命になる。革命
れは基本的に A、体制の変換です。だから帝政だったら共和制になったり、共和制が帝政になったり、いろいろあるんですけれども、今回の場合は、いわゆる、まあ、いわゆるドイツ帝国という帝政が共和制になります。じゃあそこを見ていくと、まず皇帝は当然いなくなります。皇帝、ビルヘルム2世だったよね、ヒゲです。ビルヘルム2世だ。これにてビルヘルム2世の世界政策は完全崩壊し、彼はオランダに亡命で、そういうことは結局としてドイツ帝国は崩壊する。だから帝政からこれですね、形が変わる。で、形が変わるのでそこを見ていくわけなんですけれども、当然帝政は右寄りですから、右寄りから形変わるから左寄りになったと考えたらいい。社会民主党のとある人物が臨時政府を立てる。社会民主党ですけれども、八田さん、そう、エーベルトの登場、まあまあ名前だけでいいですけど、エーベルトを主犯とする臨時政策成立。ここで、今からの流れもあるので簡単に頭の中で覚えておいてもらうといいと、まあそこそこ主要な出来事とともにドイツの右と左を見れるようになったという。社会民主党、ここですね、今回出てきた臨時政府はもう左です。これはもう社会民主言うてほしいんですよな、うん。ただ、いろいろ今から長野見ていくと、こいつをさらに超える極左登場します。ドイツ共産党、一時的ですけどね、ドイツ共産党が出てきます、一瞬。これはこれで覚えないといけないんで。で、あとは事象としてここに1個、カップ1機っていうのがあります。右寄りの事件を起きたりします。はい。これは事件ですか、右寄りの事件、左寄りの。政党とすみません、事件を一緒に出してますけども、まあ、そんな量は多くないので、まとめて。うん。じゃあ今、エーベルトによる臨時政府の成立から見ていくわけなんですけれども、臨時政府成立後、ただ、まあ、帝政から共和制に今から変わっていく段階なので、ものすごい混乱してます、社会は。で、この社会民主党の中でもさらに左寄りな人たちっていうのが、独立社会民主党を結成し、さらにそこから、まあ、独立社会民主党は別にいいです。で、そこからなんですけれども、はい、ここ最左派が革命勃発とともにスパルタクス団を母体としてドイツ共産党を結成している。スパルタクス団、覚えてください、うん。社会民主党内の最左派集団で、メンバー2人覚えておくといいです。で、資料集のページで言ったら、これが200、275に載っとるわ、275に載っとる、うん、275に載ってます。はい、いわゆる共産党勢力の放棄っちゃ放棄って考えたらいいです、スパルタクス団のこの流れは。はい、で見ていくと、メンバー2人、はい、じゃあ何週間かで言っちゃってください。カール・リープクネフト、そう、カール・リープクネフト、もう1人がローザ・ルクセンブル、そう、カール・リープクネフトとローザ・ルクセンブルね、はい、ローザ・ルクセンブル、はい、別に、共産党勢力が革命を起こそうとしているという動きを押さえとけって意味です、これ、うん。まあ、共産党の基本理念なんです。その世界各地で共産党が革命を起こして、そして最終的に社会主義を建設しようという考え方なので、これちょっとロシアのところに、このあと20分後ぐらいロシアのところで言うん でその動きの一つとして押さえておくといいです。ドイツ共産党勢力っていうのがスパルタクス団を中心としたドイツ共産党勢力っていうのがこうやって、ね、放棄を起こしています。はい、で彼らは彼らで評議会、いわゆるそれをレーテって言います。ソ連でいうソビエトと一緒、評議会のことです。レーテって言います、協議会議です。ソビエト国のドイツ語やと思ってもらったらいいです。はい、ね、でただこうなっちゃうと左派
同士ではあるんだけど、こういうふうに考えた世界史っていうのは、左派同士ではあるんだけれども、社会民主党はもう臨時政府なわけであって、要するに既存のあり方として考えるならば、こうやって考えるのはね、ここでまた右左になるやろ。な、保守的なんだ、こっちの方が。だから保守化していたエーベルトの臨時政府は軍部と提携して、ドイツ共産党と冷戦を弾圧。でまあ、今大きく話してしまいましたが、それが1919年1月のここスパルダックスランによるベルリン攻撃。ただこれもあえなく鎮圧、させられます。だからこれを歴史で習う理由としては、先ほども言いましたけれども、共産党勢力が世界革命を起こして社会主義を建設したいっていう、そういった動きがドイツでもあったよっていうところで押さえといてっていう意味です。左派の動きとして押さえよう。とにかくこの1920年代の、ヨーロッパっていうのは左派右派とかファシズムっていう感覚が大事になってくるので、こういった右左のものを見せながら話していくわけです。はい、であえなく鎮圧させられます。はい、ただそれでもドイツ共和国は成立します。で、革命は革命として歴史で習って、今ねドイツ革命と習ったように革命なんで、皇帝はいなくて共和制になります。だからこれがドイツ共和国であり、ワイマール共和国であり、ワイマール共和国やな、一緒や、ね、で見ていくんですけれども、はい、よいしょね、はい、ドイツ中部の都市バイマルで、あ、やっぱそうなのかな、ちょっと空いてた、バイマルで、開催したわけでございます、ね、で、これでエーベルトが大統領に就任し、バイマル連合内閣です、はい、ね、でただ大きな流れで見たら、明らかに今までの帝政と社会民主党の政権なんで左寄りですから、このバイマル憲法っていうのは、まあそれはもちろん、当時の世界、ね、1919年ですけれども、世界で最も民主的な憲法。だから大きな歴史の枠組み50年ぐらいで見るとこういう感覚やな。もともとのプロシア憲法っていうのはものすごく保守的な憲法だったのは覚えてるかい？うん。日本の大日本帝国憲法が真似る、ね、大日本帝国憲法やな。まあ、政権やってる人は分かると思うし、まあ、政権やってなくても分からないといけないんだけれども、天皇が三権すべてを掌握してるんだよね。天皇大権だよね。天皇大権が、存在してる、うん、よろしくお願いいたします。はい、まあ、天皇大権、あ、まあ、統治権の総乱法でもいいけどね、どちらでもいいです。はい、まあ、とにかくプロシア憲法が右寄りだったとすれば、このバイマル憲法はものすごい左寄りな憲法です。もうどれだけ左寄りか、人民主権、男女平等、普通選挙、直接選挙による大統領制、あらすごい。はい、労働者の団結権と団体交渉権、はい、まあ総じてまとめると、林さん、自由権、参政権、社会権、どれですか、この中だと。社会権です。自由権は根本だからね。言ってることの意味理解しよう。自由権って根本、単純に生きる権利、財産を持つ権利で、参政権っていうのは要するに、政治に関与する権利で、社会権っていうのは国に守ってもらう権利、こういう発想。これは根幹やから気をつけてな。18、19、20でこうやって考える。自由権、参政権、人間がどの権利を獲得してきたかっつったら、こうやって考えるの。権利の獲得っつったら自由権、参政権、社会権の順番。18、19、20、18世紀的人間、19世紀的人間、20世紀的人間、この労働者の団結権と団体交渉権というのは社会権なんだよ、基本、うん、
つまり単純にこういう発想や、生きることができるよに対して、自由に生きることができるよ、自由に財産を持てるよだけじゃなくて、社会権っていうのはその自由っていうのを社会で保障されてるよっていう発想ね。わかる？だから労働をちゃんとできる時点でも自由なんだ。でもそれだけじゃなくて、社会がちゃんと彼らが団結することを認めてるよっていう発想があるでしょ。わかる？この発想、うん、これどうしっかり押さえてね。はい。で、それだけじゃなくて、これで、ね、これは結局後から穴になるんですけれども、大統領緊急令があります。大統領緊急令、有事の時には基本的に大統領が全権を持ってもいいよという発想です。で、これが元で結局選挙して決まるんだけれども、こいつがあったせいで結果全権委員法ができちゃうんだわ。1930年代にね。で、全権委任法が出来上がっちゃって、ヒトラーがヒューラーとして総統となり、まあ皆さんにもう中の文字書かないけれども、この中何回か見せてると思いますが、立法、行政、司法を全てヒトラーが握る形態になったんだわ。全権大統領緊急令っていうのが入っていたせい で、今のドイツっていうのは要するに、ね、ゲルマン民族が一致団結しなければならない時期なんだ、世界恐慌から脱却しないといけないんだっつってヒトラーが言って、ほんで、まあ議席をほとんど、ナチが確保しちゃって、で全権委任法成立しちゃうから、でヒトラーが参権で言ったの。その衆院選があるから、来年衆院、もうそろそろあるはず。次の衆院選が衆議院、25か。解散なかったら、解散なかったら25。遅えな、まだ。どうなるやろうか。解散なかったら25やって。任期満了を伴うやつね。ではいきます。ドイツ共和国の危機と相対的安定、はい、ではここからドイツ共和国、いわゆるバイマル共和国の歴史なんですけれども、はい、まず、まあ、ドイツベルサイユ体制で、まあ、ありとあらゆる海外領土は取られ、巨額の賠償金の支払い、で、まあ、政治経済は混乱です。で、基本的に不況だったり混乱ってなってくると右か左に寄るんですよ。ドーン、過激な思想に寄っちゃいますから。で、ここにようやく出しておいたけれども、1920年に右翼政治家が、クーデターを起こそうとするけど失敗する。これがカップ一揆っていうのがあります。一応カップ一揆って言います。まず一つにこういうのがあります。はい。次いきます。はい、出ました。これはフランスの歴史でもお話ししましたが、ルール占領。はい。
賠償金の話はしましたよね。基本的にアメリカに対するフランスやイギリスの制裁の支払いが賠償金に頼っていた。にもかかわらずドイツからの賠償金の支払いが遅れる。その結果としてフランスはもう生産金をもらいたい、はい、ですからルール地方を占領した。ルール地方は前も言った通り、ドイツにおける石炭鉄鋼の 80% の支配率を持っているので、ここを取っちまえば、まあ、物でもともと返せるよってなったわけ。さあ、ここちょっとこの項いらないです、間違えました、はい、工業地帯のルール占領を、行う、はい。でも戦う力もないんで、ドイツは、労働者っていうのがもうね、生産止めちゃいます。まあ、当たり前ですけれども、いわゆる軍隊が、工業地帯を制圧したところで働く人いなかったら、そもそも、はい、石炭も鉄鋼も産出できないので、でこれによりドイツは生産力低下を招き、破局的なインフレーションが進行します。でその破局的なインフレーションが皆さんも有名な274ページの左下にあるように、これですね、これです、紙幣の山ですね。確かあったかな、ちょっと待って、50億かどっちかのマーク、だから当時の多分、もしかしたらこの紙切れの中の1枚かもしれない。これが大量に刷られる、インフレインフレ、ね、うん、まあ、要するにパンの値段がここまでいってるからインフレインフレ、インフレは前も話したと思うし、このいわゆるコストプッシュ型インフレの考え方っていうのが基本的に、今日ね、世界恐慌まで行くとこれめっちゃやりますから、ね、コストプッシュインフレの考え方っていうのは基本的にもうこうだったよね。基本的に生産量が少なくなりすぎて価格が上がるっていう発想で見てもらったらいいから、もうろくなことないよね。ただただお札の値段が上がっていくだけという発想です。これをもらったところで何も買えんよっていう時代です。はい、ね、まあ、ただなんかね、どうしてもジンバブエドルのインパクトが強すぎる、あれ最強ですから、ジンバブエドルは、はい、まあ、私も言うすぎるというなところです。はい、破局的なインフレーションが起きてしまったよっで、はい、ミュンヘンで発生したヒトラーによるナチスによるドイツ共和国打倒の反乱、ここでヒトラーっていうのが登場しています。まあ、このヒトラーの歴史は後でやりますけれども、ヒトラーは、要するにここでクーデターじゃないですか、失礼しました、軍じゃないですから、ヒトラーは、乱を起こしてね、いわゆる革命を起こそうとしましたが失敗です。一気の名前は言えるよね、橋本君。ミュンヘン、そう、ミュンヘン一揆です。ミュンヘン一揆、今から数分後その国の話をやるんですけど、ミュンヘン一揆はとある、事象に原因、要するに影響を受けています。
1922年ですが、イタリア。木村君わかるかな。そう、ローマ神宮の影響を受けてるよ。OK。で、ミュンヘンは失敗しちゃうから、結局ヒトラーは合法的路線で政権を奪取するけれども、逆にイタリアはローマ神宮今からやるから、ローマ神宮が成功するから、ね、クーデターによって政権奪取します。そこの違いはあるんで気をつけてね。ヒトラーはこれで逮捕されます。はい、ただここからっていうようなお話なんですけどね。はい。で、はい、その後のドイツなんですけれども、数年経って落ち着きを取り戻しました。はい、で、ここでドイツにおいて、はい、財政改革を行って、ドイツの奇跡の不況からの回復を成し遂げた内閣が、はい、その名称が、内閣のね、首相の名前が、はい、ハッタさん、シュトレーゼマン内閣の時に、はい、連合内閣組織し、今でもう俯瞰しちゃうんだ。はい、新たな支援作ります、ナウシロさん。そうそう、レンテンマルク作るの。レンテンマルク作って、もちろんこの紙幣無駄だからっつって、レンテンマルクと今までのマルクを、1対1兆の割合で交換。もうそしたら、1兆倍の値段になっとるんやから、1回何とかしようっつって、みんな持ってきて、はい、ドン。こんなんをもうみんな滑車とかでこうやって持ってきて、はいってやって、そしたらちょっとしたので、はいって渡されるだけで、一回リセットせんなんから、どっかで、あ、よくやります、一回リセット、うん、例えば、前回したさ、ジンバブエあったじゃん。ジンバブエはもう使えなくした、あれを。その後ジンバブエドルになって、なんか中国円入れるか入れないかとかでも戻ってたりする。最近は調べてないかわからない。一回リセットするのというか、そうしないと方法がないからです。ちなみにお札で思い出しましたけれども、今のお札のもう真剣はもうこの先発行されてないから、真剣って分からんの、傷の入ってないし、うん、あの来年紙幣変わるよね。あります、さよなら諭吉、諭吉バイバイだから。長く続いた諭吉の歴史に巻こうとします。ね、一万円札は戦後の場合は聖徳太子、福沢諭吉しかいなかったから、渋沢栄一が登場します。でもね、僕らの君らの子供とか自分の子供が大人になったら栄一いるんだろうね。あ、栄一だ、諭吉だみたいな、栄一だって言ってるのかもしれない。はい、です。で、エーベルトの死後、大統領選挙で、だいぶ政治は右寄りになっていきます。はい、で、ここで軍人さん、元軍人さんが、大統領に就任します。その軍人さんの名前が、そしたら林さん、ヒンデンブルク。そうですね、ヒンデンブルク。ブルクとか多いんでね。あったね、民体制の人が、シュタイン、ハルデンブルクといたよね。間違いないよね、頑張ってね。はい、ヒンデンブルクとかヒンデンブルクとか、多く頑張ってください。まあ、実に77歳のおじいちゃんなんですけども、この人が大統領に就任する。で、徐々に保守的になっていきます。そんな流れでヒトラーが登場します。はい、ヒトラー登場についてはもうちょっとしたらやっていきましょう。先、イタリア。イタリアですけれども、まあ結構なかなかここも大変、イタリア自体も何やかんやよく考えたら独立して間もないですからね。イタリアって数十年しかかってないですから、50年程度なんで、まあこの頃ね。はい、で、経済状態が悪化していく。大インフラ発生、国民生活困窮、各地で労働者農民の葬儀が発生している。はい、フィウメ問題。フィウメは現在の名前はリエカって言います。今のリエカ、今はもはやクロアチア領土です。クロアチア領ですけど、沿岸部の腰なんだわ、ここ。で、フィウメについてはちゃんと載ってます。273ページに載ってるの、一応簡単に知っておこう。フィウメ、ここ、ここ、
星なんだ。ちょっと島もあったかな、島でもあったかな、はい、ていうのはそういうのがあったらいいです、はいね、うん、で、フィリメは要するにセルブ・クロアト・スロベンの領土になってるんだけれども、フィリメっていうのが基本的にイタリア系住民が多いんだわ、ここがイタリア系が多かった。こんだけでいいです。で、ブーブーつって、どうしてイタリア系多いのにフィルムは入らないの、ブーブーつって、みんな言ってるだけ、はい。ちなみにこの後取り返しますから、はい、まあ、とりあえず今の段階では、このフィルムっていうのが、取り戻せなくてね、ベルサイユ体制の後取り戻せなくて、国民が不満を訴えていたっていうようなところが熱いです。はい。で、このような状況の中、ファシズムが台頭します。ファシズム体制の成立。はい。で、ファシズムとは、第一次世界大戦後のヨーロッパに現れた右翼的な独裁体制とその確立を目指す運動。強力な国家権力のもとに国民と国民生活を統合していく体制。全体主義。はい。特徴、自由主義と議会制民主主義を否定する。政治手段として暴力を利用する。ジャイアン。で、まあ、今からやっていくわけなんですけれども、まず絶対にもうここからの近現代史を学ぶ上で頭の中に入れておかないといけないのは左右で、なんなら別に極右でもいいし極左でもいいんだけれども、だって考えて極左に共産社会主義系がいて、で極右に対してファシズムが存在する。オッケー、これ絶対に押さえていくんだよ。で、まあ大体緑でやりますから、授業よろしくね。で、高3出てくるとき、まあ大体黄、ごめんなさい、赤で大体やります。はい。で、こうやってやります。ね。だから、まずこの20世紀の第二次世界大戦に至るまでの歴史を学ぶ上で、ファシズムと共産が極右極左として思いっきり対立しているということを理解すること、これ絶対です。もうこれがないと基本的に世界史理解できなくなるんで、この辺りこれ絶対に押さえておいてください。だから、なんかまずそもそもその全体主義自体が新しい考えだから、先生左っぽくないですかって言うんだけど、共産を左に置いて相対する考えで置かないといけないから極右で考えるんだわ。もうこれはもうこういうもんだと思って割り切ってください、ね、ファシズムは極右です、極右、うん、この考え方が絶対ないといけなくて、お互いは対立していて大変仲が悪いっていうところがある。必ず押さえないというふうによろしくお願いいたします。そこが分かってると歴史の動きは大体見れるから。はい。で、そんな難しく考えなくていい。で、とにかく世の中の情勢が悪くなると極端な思想にくっつきたいの。ね。で、要するにみんな今、イタリアだったら、ここね。イタリアだったら、経済状態が悪化してるから、お腹すいたつ、仕事ないつって、働いても大して飯食えんってなるわけやん。そんな時に2つの思想があって、じゃあもっとみんな平等にすればいいって考えるのか、改めてもうみんなで統一して頑張っていこうにするのかって感じっていう風に捉えたら分かりやすいでしょ。で、はい、イタリアは当然共産主義に台頭してきます、はい、お腹減ったって言いながらも金持ちは金持ちの生活でできるからね、イライライラって共産主義に対応します。でもそれに対して資本家軍部はやっぱり自分たちの既得権を保持したいから、ああ共産主義の世界革命を起こされたら嫌だな、危機感を抱いてます。そんな時に登場したのがファシスト、ね、1919年に、ね、ファシスト党が登場するです。はい。で、起こしたのはもう皆さんおなじみのムッソリーニやね。ムッソリーニ。ムッソリーニ。です。
少年時代は口数が少なく暴力的だったそうです。10代の頃に同僚をナイフで切りつけ、謹慎処分を受けたそうです。一番怖いね、口数が少なく暴力的って一番怖いからね、何しでかすかわからんってやつですかね。はい、で、だからムッソリーニは反共を唱えます。当たり前ですよね、ファシズムですから。こういうことが分かってると楽なんで、反共を唱えて共産党社会党労働組合を暴力で攻撃です。なんで暴力 OK やろ、政治利用として暴力 OK やろ、でそれが世の時勢に合ってんだ。要するに資本家軍部地主は共産党が怖いから、このムッソリーニにファシスト党に任せればうまくいくんじゃないかって、共産党の弾圧うまくいくんじゃないかなって思ったわけ、でムッソリーニは、一世一代の決断をするんだ。これがクーデター、ムッソリーニのクーデターで、先ほど言ってくれましたけれども、ここにローマ神軍がある。ローマ新聞です。あれ先生、クーデターって政権内転覆じゃなかったでしたっけ。頭の息だいぶそうそうそうなってきたかな。あの軍部くっついてるから、というかクーデターは基本的に軍等の内部転覆だから、内部クーデターって出てきた、これは内部よ、内部のお話で、今回ムッソリーニ時代はファシスト党なんだけど、軍部の支持を得てるから内部転覆なんだ。分かる？革命はもう完全に別よ、別個、政権が完全にガラッと、もう社会体制がガラッと入れ替わる革命、クーデターは内部の入れ替わり、で軍部が支持してるから、まあ軍が起こしたというところで広く捉えれて、これはクーデターに当てはまる、ってだっけ、まあクーデターって聞くと皆さんの場合だったらあれだね、テルミドール9日のクーデターとか、ブリュメール18日のクーデターとか、ね、でしょ。でテルミドールももともとナポレオンは総裁政府にいるから、でしょ。でそこから皇帝になってる、安心してください。テルミドールは違う、テルミドールは、ロベスピエールを転覆だよね。でブリュメールでもともとナポレオンは中にいるからって考えたらいいから、そうやってやっていけばいい、でまあとにもかくにもと無血クーデターに成功です。国王が OK って言ったんだわ。ああ、なんかその理由は今でもわからんらしい。今でも、あ、法はすっごいさらっとわかる。今でも国王が何で OK って言ったかわからんらしい。で、ムッソリーニを統領とするファシスト党政権が誕生し、ただこれは言葉としてもね、史上初のファシズム政権っていう言葉はここで使われるからね。イタリアが史上初です、ファシズム政権は。ファシスト党の独裁が始まります。まあ独裁ですから、第一党として躍進する。言論出版は当然規制、秘密警察で反対派は弾圧処刑で、ファシスト党以外の全党は解散、一党独裁、こんな状態です。で評議会作りますよ、ファシズム評議会、はファシズム大評議会のもと国政に対する独裁権を掌握します。ムッソリーニはファシズム大評議会の議長であり、首相であり、内相であり、外相であり、陸海軍大臣、最強です、ムッソリーニイコール全部、そうだろうね、国を動かせるから、腰を足をつって動かせるから、なので民衆の支持を獲得していきます。で民衆の支持を獲得する方法というのは基本的にどの時代も変わらないんですが、まずは対外政策っていうのは一つあります、ね、海外領土を獲得するとみんな喜びます。で1924年無事フィウメを併合します。1926年アルバニアを保護国家します。でこの辺でアルバニアの位置を押さえとかないと、どこの話しとんねんってなるから、アルバニアの位置も押さえるね、かな。だから、バルカン半島への興味で動いてるんだよな。バルカン半島への動き。この動き。わかる？この動き。
アルバニアを拠点とし、ね、まだ独立して間もないバルカン半島へ、イタリアっていうものも要するに、はい、影響に影響下に置いていく発想だわ、うん、ちなみにこの後エチオピアにも行くからね、ミョーンつってエチオピアにも行くから、この後ここの地図ではなくてないけど、アルバニアってここにある、はい、ね、はい、です、はい、で、ムッソリーニは意外と政略的だったのは1929年なんだ。1929年、ムッソリーニは意外と政略的であって、ほんで、ここで、はい、ある条約を結んでます。おまりと。はい、林さん。ラパロジュ。ラパロじゃないよ。え、はい、ラパロじゃないよ。ラは合ってるよ。ラテ。ラテラの条約。そう、ラテラの条約です。ラテラの条約を締結。で、ローマ教皇ちょっと和解します。はい、資料集234ページこれな、こうやったな、いい復習の機会ですね。橋本くん、ドゥドゥン、問題。イタリア王国成立時点、ベネチアはイタリア王国の領土に含まれていた、含まれていない、どっち？含まれていない。正解です。ロンバルディア、当時ね、ちょっとイタリア復習ね。イタリア統一戦争、ロンバルディア獲得、中部イタリア併合、そしてイタリア王国成立。まあ、中部イタリアはね、ぶっちゃけ忘れてもいいですけれども、まあ、忘れてもダメなんですけど、まあまあまあ。で、ベネチア併合はイタリア王国の後ね。絶対間違いない、これ。で、ベネチア併合は結局何かって言ったら、不応戦争で獲得しようから。で、このあと、不仏戦争の時にフランスがプロイセンに攻められ、兵隊さんを一挙に、ドイツに送らないといけなくなったから、ね、いわゆるあのイタリアの、ね、ローマ教皇領にいたフランス軍がいなくなったタイミングで占領する。はい、教皇プンプンです。何勝手に占領してんのよ、プンプンプン、教皇。はい、です。はい、で、思い出す。じゃあ、そんな教皇領なんですけれども、イタリアが、あ、まあ、イタリアがというか、まあ、まあイタリア王国でいいんですけども、イタリア王国が強引に併合していた対立を解消です。これによって、教皇領は独立した一つの国だよという見方をします。そうやって出来上がったのが、木村君。そう、バチカン市国、世界最小国家バチカン市国です、ね、っていう風な発想でいいです、はい、で、これは何でかっていうと、要するに宗教割を覚えてるよね。宗教割、今の宗教割に載ってるのはどこですか？193に載ってるよね。193に載ってる、極端な例で載ってるよね、はい、197、これ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 ね、キリスト教の宗派分布っつって、これ極端だよね。地理の人はこれそのまま信じちゃダメだからね。100じゃないからね、さすがに。地理だともうちょっと細かく載ってるんだよね、うん、まあただ例えば100、まあいいんです。イタリアカトリックなんですよ。ってことはもう分かるわな。要するにこれはあのムッソリーニがあのカトリック勢力の支持を得たかったんだ。ラテナの条約だけポンって浮いちゃうんで、なんか皆さん忘れるんで、あったねみたいな。で、カトリック勢力の支持、ね、まだムッソリーニ、ね、かいや、ファシズム体制敷いて間もないから反発する人もいますから、はい、カトリック勢力の支持を得るためにラテナの条約を結んで、
発想です。よろしくお願いします。はい、ということで、まだイタリアの動きです。ほんで次、ソビエト。おお、はい、ソビエト覚えてますかね。ソビエトをまず一瞬思い出す必要があります。どの辺からの先生ソビエトですかっつったら、270ぐらいかな。この辺から始めます。この辺まず今とりあえずソ連が出来上がったばっかね。とりあえずこの辺から見てるからね。よっ、よいしょ。ブレスト・リトフスク条約を締結して、ほんで、ね、ここ大祖干渉戦争をやってロシア共産党と解消して、まずこの辺スタート。戦時共産主義から、これ戦時共産主義、ね、まあ、そもそも大祖干渉戦争のため兵隊さんに物資供給しないといけないし、これ完全なる共産主義取ったんで、もうあらゆる財産は全て平等っていう形です。だから生産力激減します。作っても全部平等に取られてるんで、みんなやる気なくします。生産力激減です。で、それはレーニンもさすがに感じたので、こっから次、今からの流れです。新経済政策ネットからのお話なんですよ、ここから。はい、で、いきます。はい、今も言っちゃいましたけれども、ネップネップ、はい、低下した農業工業生産の回復のために採用された経済政策です。はい、何も難しくないです。資本主義的要素を部分的に入れる、要するに余った穀物とかは自分のものにできるよっていう発想でいいですね。戦時共産主義からネップね、この名前ね、戦時共産主義からネップ、はい、これを採用したことによってネップマンと呼ばれる小ブルジュア階級とクラークと呼ばれる富農が誕生します。おめでとう。はい、そして1922年なんですけれども、ソビエトが連邦を樹立する流れになりました。はい、ね、ソビエトが無事連邦を成立させる流れになった。ソビエト社会主義共和国連邦です。はい、旧ロシア領各地にソビエト政権の共和国を樹立し、4共和国でソビエト社会主義共和国連邦を形成する。4共和国言えるかな。いや、270見ながらでいいよ。270、271、地図上にあるし、271の地図上にあるわ。はい、まあ、なんならここにあるから、はい、ここの地図上にあります。はい、はい、一つがロシアで、はい、橋本くん一つがベラルーシ、そう、ベラルーシ、はい、木村くん一つがウクライナ、はい、そして八田さん一つがそう、ザカフカース。ザカフカースって言ったら今で言うあのアゼルバイジャンとかアルメニアとかジョージアとかあの辺り、カフカス地方っていうところ、はい、ね、うん、なかなかあの世界史をやってて、相当ならない、世界史治療をやってて相当ならない場所トップ2ですよね。一つが中央アジア、一つがザカフカス。ここだけは一体チリでも世界史でもいつ出てくるんだよって一瞬だけ出てくるから、フューチャーしていきましょうってなところです、ね、はい、で、ロシア、ウクライナ、ベラルーシ、ほんでザカフカース。白ロシアって言います、ベラルーシの、まあ、白ロシアでもいいんだけど、はい、ベラルーシ、ザカフカース、ウクライナ、ロシアです、うん、で、ごめんなさい、ここの場が、ハー、すみません、間違えた、ハーなんですけど、ソビエトは当初4共和国で、後にウズベクとかキルギスとか共和国が加わって最終的に15共和国になります。はい、こういう発想、
ここ分かってるとね、あの流れとしてやりやすいんですけれども、ちょっと先にここやってしまうか。ソビエトってそのこれあるやん、これ微妙に知っとくといいんだわ。これトロツキーの世界革命論とスターリンの一国社会主義論ってあって、でこれがようやく俺が30分以上前に取った世界革命論つって、あの原則マルクスが言ったのは世界各地で万国の労働者を団結せよつって、あの労働者による社会主義革命を起こして最後世界全体が社会主義になればいいっていう考え方だから、これが元々の考えだから、ごめんなさい、こういうイメージ。これちょっと知ってた方が楽なんですよ。世界革命論の方は要するに今だったらロシアなりウクライナなりベラルーシなりザカフカースなんかでは達成してるんだよね。世界革命論はじゃあ革命っていうのが、なんやろ、じゃあせっかくソ連なんで赤にすると達成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 と、でまだ達成してない国も山のようにある。例えばその一つがドイツでは例えばスパルタクス団の動きだったりするわけで、頑張って革命を起こす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 ってなったら、最終的にみんなが革命を起こせば社会主義が出来上がるっていう発想、まあ、説というか、要するにそれぞれの国で革命を起こして社会主義を作り出すっていうのが世界革命論なんだわ。ただこのあと結局ソ連が歩んだ道は一国社会主義論、一国社会主義論、で一国社会主義論っていうのはあのこんな感じ。社会主義の社会主義の建設っていうのはもう初めからある程度ロシアのソビエトになるでください。これはもうロシアです。ロシアのソ連、まあソ連だね、ロシア中心で委ねて、でもうこの下にいろんなちっちゃい国つけていくイメージです。だからまあソ連の大元、まあ、いわゆるそのロシアっていう言葉を使うのはまあ分かりやすいというか伝わりやすく言うんですけれども、大元であるロシアだよな、大元であるロシアを中心にもうそれぞれの地っていうもののところに置いていく感じ。社会主義の建設ね、社会主義の建設っていうのをもうちょっと聞いてみましょうか。社会主義の建設っていうものをちょっと一緒、ソビエト、ロシアを中心とした、ロシアを中心からロシアのソビエトに委ねて、であとそれぞれを従属させていく。だからここは基本的に衛星国家になる、衛星国家型。サテライト型ね、衛星国家になります。で、なんでこの話先生するんですかって言ったら、戦後な、当たり前けどスターリンやろ戦後は、戦後スターリン出てきて、もうスターリンガンガンこの路線で行ったよね。だからソビエトが小国を従属下に置いたじゃん。チェコスロバキア、あ、チェコスロバキアを、ポーランドを、ハンガリーを、こんな感じ。
じわかる？こういうイメージをする。ね、ルーマニアをそうやってバーッと置いていけばいい。で、何が起きたかっつったら、最終的に20世紀も中盤から後半にかけて、この衛星国家たちが対ソビエトに対して革命を起こしたでしょ。ビロード革命とかいろいろあるんだ、今から。それは戦後でやるから。ね。うん。ポズナニ暴動とかあったやろ。ハンガリー事件とか。でもここにつながるよな。戦後史だから、いわゆる戦後のソ連だから、あ、この辺か、298、302でいいや。わかる？ここ、ここ。で、結局、ハンガリーとかポーランドの反ソ暴動っていう考え方になってる。バー。ソビエトの従属下に置いていく一国社会主義論型に向かうから、逆に20世紀の中盤から後半にかけては、反ソ暴動が自分の動き。何回も起きるからね。うん。まあ、この辺はまた戦後史でやるからいいんだけども、こういう構造は理解しとくといいわ。よっこいしょ。はい。でも、ようやくこっちに戻るけども、当初はこっちな。当初はこっち。それぞれロシアでのソビエトが、ウクライナでのソビエトが、ベラルーシでのソビエトが、ザカフカスでのソビエトがっていう評議会の発想で動いてるんだわ。で、はい。ソビエト社会主義憲法を作って国家体制にしておく。1920年、これ、秘密警察ゲーテーウーって言います。 GPU って言わないでくださいね。ゲーテーウーです。ビルを読みでお願いします。ですけれども、さらにドイツとも相まって、ここで1個だけ動きあるんで押さえておいてください。ソ連の承認ですわ。これ1922年の南城さん、何条約でしょう。そう、ここでラパロ条約です。ジェノバで開催された世界経済会議の最中に独ソ間で締結してます。はい、ね、まあ、ラパロ条約で、ドイツがソ連を承認する。で、このフレーズ絶対押さえること。ドイツはソ連を承認した世界最初の国家です。ラパロ条約で、あのね、ちょっとね、張り巡らせると、今確かにファシズムではまだないよ。この頃のドイツ、気をつけてね。まだ1922年だから、バイマル共和国間もない頃でしょ。ファシズムではないんだけれども、その、ソビエトという見方をすると、こっちが極左であって、まあ、右と左逆になるのは申し訳ないんだけれども、まあ、じゃあドイツか。で、まあ、ドイツは左やな。だから左と極左だから、本来的には仲良くないはずなんだわ。それでもラパロを結ぶんだよ。これなんでかっていうと、でもこれ後の世界史にもつながるからいいんだけども、さあ、地図学習なんだ。ドイツとポーランドがそれぞれ国境を、要するにドイツの隣でもあってロシアの隣でもある国ってあるんだよね。林さん、どこだ。3個のやつ。いや、それ違います。それ上の方なんで違う。この後の世界史の流れも加味して、独ソ不可侵のことまで考えると、ドイツがあって、ソ連があって、ここ。ポーランド。そう、ポーランド。これね、ポーランドに警戒してるの、実は。で、この辺分かっとくと、世界史の大きな流れあるのをつかめるから、
これ実はラパル条約っていうのはもともといろんな目的があるんだけれども、ポーランドに対する警戒だ、うん、ポーランドの脅威っていうのがある。実はポーランドはベルサイユ条約の中で独立してるでしょ、うん、ポーランド独立してるでしょ。ベルサイユ大戦下に置かれてポーランド独立するじゃん、ね、はい、いいんですか、まあ、正確にはサンジェルマン条約のによって独立なんだけど、サンジェルマンで独立なんだけれども、これはもう次第二次レベルだからあれなんだけれども、ポーランドって独立後とある独裁者出てきて一気に国力を上げるんだわ。皆さん分かりますかね。ピウスツキ、そう、ここピウスツキ登場します。で、実はポーランドにおいてここでピウスツキが登場してます。こいつピウスツキが登場するので、実はピウスツキがポーランドの国力めちゃくちゃ上げてるの。ぐわーっとぐわーって上げる。で、ポーランドが台頭してきたことに対して両国が警戒して外交を結んだわ。わかる？ポーランド。で、これだけでいいし、正直。ただ、このポーランドの位置づけっていうのが世界史を動かしてるんだよね、割と。だって結局この後そうでしょ。第二次世界大戦はポーランド侵攻から始まるでしょ。基本的にポーランドっていうところがやっぱり鍵になるんだわ。それはわざわざ、ね、歴史振り返るとオーストリアのプロイセンとロシアで分け合って消すぐらいの場所だからね、まあ、あれはもともとお腹が空いてたっていう理由だから、まあ、とにかく平原で小麦がよう取れっからここは欲しいし、ポーランドが強くなるっていうのは怖いんだわ。だからラパル条約は実はポーランドの脅威ですよ。で、この頃からポーランドに対する動きっていうのがあるっていう意識があるので、さらにピウス付き合ってたところで頑張ってます。お隣ハンガリーのホルティも忘れない、ホルティも。ちゃんと275ページの右下に載っとるから。ホルティとピウス付きが載っとるから。誰やねんって感じやけどね。もう頑張るしかないんですよ、そのあたりはね。この辺まで完全に理解してる子いたらなかなかすごいんだよね。ピウス付きか、ホルティでこの辺。うん、ね、実はその、ピウス付きで拡大してるんですよ。で、ごめんなさい、ここにようやく先ほどの社会主義建設の話で、まあ、半分消えちゃいましたけれども、世界革命論でいくか一国社会主義論でいくかなんですけれども、最終的にスターリンが勝利した結果一国社会主義論になって、ソビエトを中心とし、小さい小国は衛星国家となる管理っていうのが冷戦後は続きます。そういう社会主義の方針になったっていうところで押さえておくといいでしょう。はい、ね、あ、ここでソ連ですね。どうでしょう。五カ年計画。ソ連は基本的に社会主義ですから計画経済です、ね、市場経済じゃないです。一応もう一度書いておきますけれども、まあまあまあ忘れてなければいいんですけれども、逆やった、資本主義に対して、まあ、有力化はもう社会主義、社会主義で、こうだったね。資本主義が基本的に、ね、財産の私有化 OK で、こっちが国有化だよね。はい。で、こちらは競争 OK だけれども、こっちは非競争。大体この2つでいつも教えるんだけれども、もう1個付け加えるとしたら、こっちが市場経済であるのに対して、こちらが計画経済。経済の対比な。あの別にもし書くだけやったらここだけ書いててもいいんだけれども、あの経済のところの言葉の使われ方としては、基本的に資本主義は市場経済で、社会主義は計画経済。計画経済というのは基本的に経済っていうのは、自由の本質でやってるんじゃなくて、計画経済の場合だったら自分たちで決められた生産、決められた販売数で全部行う。はい。
計画経済のもとに重工業を重視し農業の集団機械化を進めていきました。農業は集団農場と国営農場2種類ありました。はい、それぞれカタカナ名称橋本くん言えるかな。集団が多いね。はい、で国営がそうコルホーズソフホーズ。はい、祖父の代から国営です。何でもいいです、覚えてくれたらいいです。おじいちゃんの頃から国営だったんです。祖父ホーズです。祖父の代から国営です。はい、はい、で第1次5カ年計画、これラッキーだったんだ。世界恐慌同時に、市場経済では発生してますが、彼ら計画経済のね何の影響も受けません。はい、で第2次5カ年計画もうまくいく。ただし農業は集団化がうまくいかない。はい、集団化自体がうまくいったとしても利益が上がらないってことでいいですか。こちらですか。農業生産高自体はずっと上がらないんだけども、工業生産高だけバカ上がりしていきます。バーッ5カ年計画、さらには世界恐慌も相まって、結果として生産国民主とか上がるんですけれども、農村の生活は苦しいまま。はい、反対しようにもスターリン独裁体制です。まあ、そもそも、農業による餓死者も大量にいますし、スターリンが一体何人殺したのっていう、もう考え方によってもうわけわかんないんで、裁判だけで殺した人数も数百万人いますが、スターリンの政治によって死んだやつを考えるととか言ったら数千万とかなってもいいですね。それぐらいの人です。ちなみにこのスターリンの考え方に反対する人は裁判で処刑されます。見せしめ裁判です。裁判長および裁判官全員スターリンの考え方に一致している人で集められて、うん、死刑だよね、死刑、死刑、死刑、はい、死刑、10分ぐらいで死刑決まります、押されっつってバーン、終わり、見せしめ裁判ってやつですね。はい、なのでね、もうスターリンの言うことを聞かざるを得なくなる、ああ、怖い、ああ、怖いってなところです。はい、で、スターリン憲法等々を作る。はい、ただもう巨人独裁なんで、スターリンの意思が憲法に優先される時代でございます。ちゃんちゃん、はいですね。あとここから、あ、世界恐慌とファシズムですね。ちょっとやるには微妙な時間が、世界恐慌結構ね時間かかるんですよ。時間かかるんですよ。